なるほど、これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの、本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。まだ何か足りないみたいね。え？最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。でも私、そういうのは。じゃあ弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ。弁護士としての。オッケー、バッチリ。ほら、見てみて。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか？そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。あの、いやちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？女二人寂しく飲み歩いてるとこね。えねえ。だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ、いくらでも飲ませてあげるよ。うわー、すごい羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。今カムロ町で流行ってると思うんだけど、 RK って知ってる？ああ、RK ね。もちろん知ってるけど。何？興味あんの？だって今一番イケてて一緒にいて楽しいのは RK の人たちだって聞いてきたからさ。それにあそこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ？沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだったのかも。それってどういうこと？まさかもしかしてあなたたちって？まあ大きな声じゃ言わねえけど、 RK の中でもちょっと知られてるもんでね。俺ら少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。カムロ町って今みんな RK が仕切ってるんでしょ？まあね、ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。もう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。壮絶な世界、かっこいい。そういえばこの間 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、何年か前に姿を消したとかっていう。あれね。あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。さすが、お兄さんたちは情報通なのね。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。何それ、面白そう。結局その人は見つかったの？
いや、さすがにダメだった。そいつは河合って男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。以来奴は姿を消したままだ。それってつまりどういうこと？どっかよそで殺されたんだよ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいからな。ってことは今頃海の底か山ん中にでも埋められたんだろうってことになった。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの？さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は仇の若い奴らで、女も混じってたんだと。でももう5年も前のことだからな。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は？田室町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？ RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。そいつはもうちょい上に聞かなきゃ分かんないんだけどさ。それよりちょっと待った、こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん河合信也って言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの？俺ら言わなかったはずだけど。なんだと？もしかして最初から河合のことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何者？何をするんです？その手を離して。誰なんだお前？源田法律事務所の弁護士で白崎沙織と言います。速やかにこの手を離しなさい。ああ、弁護士だったら何だっつうんだ。そんなに偉いのかよ。離さないとあなたにとって面倒なことになりますよ。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ふざけんじゃねえぞ姉ちゃん。沙織ちゃん。お、あれ、あ、目障りだぞチンピラ。東さん、てめえ。ったく、たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あの、礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に美人は。ありがとうございます東さん。だから礼なんて。え、なんで俺の名前を？白崎です、源田法律事務所の。お久しぶりです。いや、これは気がつきませんで、白崎先生。しかしすげえっすね。見違えましたよ。ありがとうございました東さん。私はともかくマリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい、私タイプかも。さっきの奴らは RK ですね。最近街中で調子づいてるんですよ。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや何、俺も最近は暇してるもんだ。あら、そうなんですか。ちょうどいいですね、暇な者同士今夜は楽しく過ごしません？あ、じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。
八神の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行路以内に出ろってんですよ。出ません。おかしいですね。もう一度かけてみます。殺された。ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越場と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう。神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由は大体金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。あの、沢先生にご用ですか？ええ、職員会議ってもう終わってますよね。ついさっき終わったところです。ただ沢先生は途中で帰られたんですよ。もう1時間くらい前に。え？何でもご自宅のマンションから空き巣に入られたって急な電話がかかってきて。空き巣？それで八神さんがもし来たらそう伝言してくださいって沢先生から。そうですか。あの、沢先生の連絡先とか教えていただけないですか？いえ、それはちょっと。あ、じゃあ私の電話からかけてみます。ちょっと待ってください。出ませんね。今はお取り込み中かも。もう家に着いたってことですかね。そうですね、歩いて行ける距離ですから。沢先生の家がですか？じゃあ偉人町に？ええ、まあ細かくどことはお教えできないですけど。なるほど、プライベートなことですしね。わかりました、ありがとうございます。おや、八神さん、どうしたんです？また何か？あの、沢先生の住所って教えてもらえません？は？少し前彼女の部屋に空き巣が入ったって連絡があったらしいんです。で、さっき別の先生に電話してもらったんですけど、繋がんなくて。それで八神さんがわざわざ様子を見に行くというわけですか？沢先生の自宅に。ここから歩いて行ける距離なんですよね。そうだったかもしれませんけど、若い女性の一人暮らしです。その住所をこっそり教えるというのはどうでしょう。俺らは探偵です。少し時間をかければ多分こっちでも調べられますよ。ただそれだと今後お互い気持ちよくないでしょう。明日ご本人から直接住所を聞くというわけにはいかないんですか？理事長も三越場ヒロの殺人動画のことは知ってますよね。ええ、当たり前じゃないですか。でも警察に聞いたらあれは捏造動画である可能性が高いって。俺が聞く限りではまだ捏造された痕跡は見つかってません。で、もしあの動画が本物だとするとですよ、江原は意図的に自分の殺人動画を流出させといて、それを見た捜査当局に捏造の可能性が高いとまで言わせてるんです。警察がそう言わざるを得ない状況を作り上げてた。そして彼がそこまでやった動機は4年前に起きた息子のいじめ自殺にあります。いや、待ってください。
それでは我が校にいじめがあったという前提になってしまいます。江原君へのいじめは裁判でもなかったと判断されてるんですから。実は沢先生は敏郎君が自殺する前、当時の担任教師にいじめがあると報告してたんです。え？なのにその後の裁判では証拠立てられず、いじめがなかったと証言させられてしまいました。それは江原にしてみればきっと許せない行為です。そんな状況があった上で三越芝は殺され、今沢先生は空き巣に入られたと言ったっきり連絡がつかない。何が言いたいんですか。それじゃまるで今度は彼女が狙われるみたいじゃないですか。俺は先生の様子を見ておきたいだけです。本当にただの空き巣だったんならそこで帰ります。理事長が沢先生の住所を教えてくれたとは誰にも漏らしません。もう仕方ない、わかりましたよ。なんであんたがここに。入れ食いだ。やっぱり餌がいいと食いつきが違うな。始めるぞ阿久津。